早速ですが、今回は、力を入れて、開発を急いでいるレールガン開発は、どこまで来ているのか、詳しく見ていきますね。SF のような話ですが、実際に近い未来の話です。2022年が明けてから、北朝鮮が超音速弾道ミサイルとされる物体の発射を繰り返しているが、その脅威への対抗手段として、2022年の防衛予算に研究開発費が計上されたレールガンについて、1月12日に放送された BS 日テレの真相ニュースで、小野寺逸則元防衛省と小原凡司笹川平和財団上席研究員が出演して語った内容から、その実力と可能性、そして今後の課題などについて語っている。最近話題に上ることの多いレールガンだが、どのようなものであるか一口に言うと、火薬を使用せず、2本の通電性の良いレールに高電力を流し、その電気エネルギーによって磁場を発生させて、レールに乗せた弾体を射出する電磁砲とも呼ばれる次世代兵器を指している。試験試作段階で、200km 以上の長距離射撃が可能で、理論上では、火薬で発射する、銃砲や燃料を燃焼させて飛翔するミサイルと比べて、低コストかつ連射が可能であるとされ、飽和的ミサイル攻撃などへの対処が可能とされている、兵器とされている。防衛省が、これまでに試作したレールガンの発射試験では、発射初速は 2300m/秒 で、約マッハ6の初速が観測されたが、戦車砲の発射初速1700から1800ms を上回っていて、防衛省の構想では中国、ロシア、北朝鮮が急ピッチで開発を進めている超音速誘導弾の対処手段として期待を寄せており、2022年の防衛予算において65億円の研究開発費を計上している。真相ニュースの中でキャスターからのレールガンを開発するメリットとは？との質問に対して、小原上席研究員は、弾体を非常に高速で遠い目標に到達させることができるものであると考えていて、ミサイルなどに対しても、弾体が到達するまでの時間が短く、連射が可能と聞いているとして、アメリカ軍による地上試験では、射程 370km との報告があることと、連射性能の向上の可能性に触れた上で、弾体に火薬を入れて爆発させずとも、高速による破壊力が期待できると語った。そして、キャスターからの強力な磁場を発生させるには、そのための装置が必要になるのか？との質問には、アメリカが10年間開発を続けてきて、うまくいかなかった理由として、高電力を出力する、電源装置の開発が難しかったことを挙げ、特に水上艦艇に艦載できるコンパクトな電源装置の開発が難しかったことが、その理由であろうと指摘した。また、現状において、艦載が可能な艦艇として、統合電源システム、IPS を持つ、ズムボルト級駆逐艦を挙げ、IPS が、大きな電力を、必要な箇所に、集中的に配電できるシステムであることから、レールガンの発射は可能であるとしながらも、発射に高電力を要することで、他の電子装置が使用できなくなるために、艦載は難しいとした上で、日本では、このような電源システム関連の研究が進んでいて、技術の優位性があるとした。次に、小野寺元防衛省が、現在では、発射されたミサイルを撃ち落とすのに、非常に高価なミサイルを使用する現状に対して、低コストで、連射が可能なレールガンの有用性をどう評価しているかとの質問に対し、以前2012年に、初めて防衛省に就任した時から、レールガンについては周知していたとして、多額の費用がかかる、ミサイル防衛システムに代わる、次世代のシステム研究をしっかり行うようにとの指示を出したことを明かし、2017年に2度目の防衛省に就任した際には、試作機が製作過程にあって、その段階において、かなりの性能を持つことを感じていたと語った。そして、さらに、
小野寺元防衛相は、現在、自由民主党内の防衛大綱を議論するワーキングチームの座長との立場から、レールガンの性能向上のために予算計上など応援をしているとし、小原研究員と同様に、日本が持つ先端的な電気関連システム研究に期待を寄せているとした上で、陸上配備で対応可能としながらも、日本の専守防衛の観点から飛来するミサイルと撃ち落とすには、航空機への搭載も視野に入れつつ、日本にとって必要な装備の一つとの認識を示した。さらに、番組では、レールガンの課題とゲームチェンジャーとしての可能性について触れ、大きな電力を供給する電力源の確保、変則的な軌道を見せるとされる、極超音速誘導弾の迎撃に本当に有効か、そして今後巨額に膨らむ可能性が指摘される研究開発費問題などについて、両氏に質問が飛ぶ。電源問題については、小原研究員も、実用化への一番大きな問題であるとして、電源を常時確保できる環境になければ、蓄電池などの装備が必要となり、その場合は、放電した後の蓄電に時間がかかり、連射ができないことを指摘した。しかし、電源システムや蓄電池の技術において、日本は世界でも優位であり、今後レールガンをアメリカと共同開発する話が持ち上がったなら、電源システムでその優位性を生かすべきと述べた。また、極超音速ミサイルの変則軌道への対応については、小野寺元防衛相が、このレールガン一つで防衛システムを構築するものではなく、イージスシステムや PAC-3、ペトリオットなどの現在のシステムも合わせて複合的に防衛するものとした上で、レールガンも含めて飛来する目標に標準を合わせて当てるということだけの発想に関わらず、当たらないまでも近距離で炸裂させるなど、様々な可能性を研究すべきで、それはまだ始まったばかりだと述べている。また、小原研究員は、極超音速ミサイルについて、速度が上がるほど、その運動性が低下することを指摘し、高度を下げると、空気抵抗によって速度が低下することから、変速軌道を取れるのは、空気が薄い高高度で、目標に近づいて高度が下がれば、最後にはまっすぐ落ちてくると指摘し、その際に、レールガンの連射で迎撃ができれば、超音速でも、撃墜は可能とした。レールガンの開発は、1960年代から構想があったが、本格的に動き出したのは、ここ10年ほどのことで、実現性を疑う声もある。ただ、小野寺元防衛相は、在任中に、防衛省幹部が、レールガンに寄せる期待と情熱を感じたとして、防空面だけでなく追艦攻撃への活用などへの構想もあり実現する可能性は、高いとしている。さらに、日本とアメリカの共同開発が実現すれば、同盟強化にもつながり、2028年までにテストを終えて実用化に進むかどうかを注目したいと述べた。小原研究員は、2028年までに開発を終わらせることはかなりの速度であり、日本がこのように急速な技術開発を進められることを具体的に見せることで、抑止力を高めることにつながり、さらに、日本が主体性を持ってアメリカと共同開発を進めていくことで、中国がこれまで主体性がないと見ていた日本を見る目が変わっていくだろうと語った。そして、日本がこの先、革新的な技術さらに高めて、ゲームチェンジャー的なものを開発し続けられるようになれば、日本に手出しすることを躊躇するようになり、強いては、戦争を起こさないことに、つながるとして、小原研究員は、日本の技術を生かした、新しいゲームチェンジャー技術をどんどん進めるべきと結んだ。